ご覧の通りお子様一人です。はい、ありがとうございます。ですね、今日、今ですね、ムスプラッシュさん、そしてディレクターのみんなの華やかなステージの後、すいません、私で申し訳ございませんけれども、今日はですね、マスコット交流も終盤に徐々に差し掛かってまいりまして、今までここでルービックキューブ対決っていうのをやってるんですが、ご覧になった方いますか？見てない人にとっては何のこっちゃって感じですけれども、ですね、一回やってみようということで、ネッピーリプシーというオリックスのキャラクターがですね来てくれた時に対決してみました。2分1本勝負で、ルービックキューブを1面揃えた方が勝ちということでやったんですが、まず最初の日、2分間ただ過ぎていくだけという引き分けになってしまいました。そして2日目、なんとネッピーがですね全然ダメだったんですが、リプシーちゃんが意外に得意で、ここに書いてあるんですが、記録36秒という記録を残してくれました。そして今日はですね、ご覧になったようにいっぱい作ります。それではそのいっぱいの人たちに登場してもらいましょう。それではいっぱいの人たち、どうぞ。はい、マスコットズの皆さん、どうぞ。はい、まずマー君の登場です。ズーちゃんがやってきました。さあ、続いてプール、はい、リーチちゃんも来てました。相変わらず遅いシャオロンさん、遅いな、君はしかし。はい、まだ帰ってください。はい、ピンクマンの登場です。はい、最後ドアサクです。はい、そんな感じでこんなにいっぱいいますが、残念ながらルービックキューブ3つしか買っておりませんので、まずドアラとマー君とクールで対決いってみたいと思います。あとの4人、リンちゃん、ズーちゃん、シャオロン、パオロンは後ろにおとなしく座っててください。はい、そこにお座りしてください。いいですか、ズーちゃんもお座り。はい、はい、はい、じゃあ、あとの3人、そんなにね、暑いからって陰に隠れないように前に出てきてください。はい、もうみんな、皆さんもっと暑いんですよ。もっと前で、そんなギリギリにいないで。さあ、まずこの3人がルビックキューブ今手に持ってますけれども、もう作ってるんじゃないかと思われますので、ちょっとみんな交換してください。はい、みんなバラバラに交換してくださいね。はい、いいですか。それでは制限時間2分です。なぜ2分かというと、それ以上になると変な間が空いてしまいますので、2分で切りたいと思います。それでは一面ですからね、何色でもいいですよ。いってみます。よーい、スタート。みんななんか頑張れとか誰も言ってくれません。そうそう、そんな感じ。いいですね、手拍子いいですね、手拍子。ドアラすぐ日陰に隠れようとしますが、まあいいでしょう。ただいま20秒経過ですね。まだ1分半以上あると思うと、ちょっと非常に怖い絵面になってきましたけれども、マー君真面目にやってくださいね。まもなくリプシーちゃんの記録になってしまいましたが、さあ続いて2分間で作れるでしょうか。できた人大きくアピールしてください。もう皆さん手拍子疲れてますよ。もっと元気よく、もっと元気よく。いいですね、いいですね、こっちからも聞こえています。いい感じです。諦めないでください。まもなく1分経過しました。残り時間1分ですよ。もうクールなんかやる気ない感じになってますけど、頑張ってください。はい、頑張ってください。ドアラもね、裏でやると調子いいんですよね。すぐできるんですけど、意外にプレッシャーに弱いんでしょうか。さあ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 、そういうのを言ってる間に頑張ってください。もう1分20秒経ってしまいましたよ。クール、遊ばない遊ばない遊ばない、祈ってもできないですよ、祈ってもできないですよ。さあ残り30秒になりました。皆さんの手拍子も疲れてまいりました。そろそろどうでしょう。まさかまさかの2分間経ってしまうんでしょうか。マー君真剣に結構苦手ですね今。さっきクールもやってねって言ったらびっくりしましたからね。さあ残り10秒になりました。頑張ってください。まだまだ5秒前4、3、2、1。ブブーなんていう盛り上がらない企画なんですよ。いいですか、もう皆様だけが頼りですから。さあそんな感じで今お座りしてですね、もうりんちゃんなんかで違うことやってますけども、もう、あ、ドアラ君ちょっと見せてください。ちょっと非常に、あ、できた。おお、
と思わせておいて、実はあと1個だったんです。惜しい、非常に惜しかったです。さあ、そんな感じで続いて今日ですね、実はけん玉おじさんの PR タイムを皆さん知ってますか？ですか？けん玉おじさん今日けん玉を忘れたそうなので、もうちょっと時間ありますから、もう一回戦いってみましょう。続いてシャオロン、そしてリンちゃん、ズーちゃんでチャレンジしてもらいましょう。パオロンは横で応援しててください。頑張れって応援しといてね。さあ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 、行ってみましょう。皆さんお疲れのところ申し訳ないんですが、あと2分間だけ手拍子お願いしますね。さあ行きますよ。パオロンはリンちゃんの応援するんですか？シャオロンの応援してくださいね。いいですか？それでは行ってみます。今ちょっと待って、さっきのドアラの出来かかってたやつくるくるしたの大丈夫？大丈夫だね。 OK ね。はい、それでは行ってみましょう。ミュージックじゃないじゃん、よーいスタート。いいですね。お疲れのところ皆さん手拍子手拍子、もうカメラは置いて多分2分間経っていきますから、このまま頑張って手拍子手拍子。さあさあ頑張ってください。これね、実はこれをやりますっていうのを皆さん知らなかったので、さっきクールに言ったらマジで言う顔してましたけども、今ちょっとドアラーとクールとマー君、しっかりおっきくローギモードで、ね、今ちょっと休憩時間ですから、まあ、手拍子なんかしなくていいんですよ。座っててください、仕掛けで。さあ意外に難しいですねこれ。シャオロンこの間ねパッと作ったんだけど、どうでしょう。パオロンが助っ人に入りましたけど、あんまり役に立たないと思います。さあ、間もなく1分になってしまいますよ。あ、ズーちゃん頑張ってという声が聞いてきました。後ろからですけど、みんな前からもっと来ないですか？シャオロン頑張れとか、ね、あ、そう、いいですね、いいですね。いいじゃん、可愛いとかそういうことじゃないですよ。違いますよ。さあ、頑張ってください。あと残り45秒。まさか2分かける2回戦このまま終わってしまうんでしょうか。これね、このまま終わると何が辛いって僕が一番辛いですね。どうやって帰ろうかと思ってます。さあ残り30秒。みんなそうそういい、頑張れ頑張れみたいな。あれ、あ、青に揃えた、できました。誰ができました？シャオロンさん、ありがとうございます。シャオロンさん何色できたんですか？さすが、やっぱりね、ドラゴンズブルーですから。はい、ということでこんな感じでグダグダに終わってしまいました。このショーはこれにて終了。じゃあルービックキューブ回収します。まあ一応ドラゴンズチームが勝ったっていうことにしておいてください。試合はねどうなるかわかんないですけど、じゃあズーちゃんホテルで練習しといて。はい、そんな感じで僕さらっと帰るんで、この後あと皆さんよろしく。はい、ではでは私の場合よろしくされました。よろしくお願いいたします。さあ、名古屋ドームのねステージお楽しみいただきましたけれども、はい、今度はマリンスタジアム方式でちょっとキャラクターバトルをね、バトルですか？バトルというか、まあ、共同作業ですけれども、共同作業ですね。はい、すいません、日陰の方たち、すいません、疲れすぎです、あなたたち。ちょっと楽しすぎです。はい、前に出てください。すいません、はい、立ってください。はい、知ってる意味ないですよ。はい、前に出てきてください。先日のマリンスタジアムで行われました中日戦来た人、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ YouTube で見た人、はい、はい、あ、いるな。どうすどうす。はい、ニコニコ動画で見た人、はい、それはマリンですね。さあ、ね、ということでね、そのマリンスタジアムでやった、キャラクターのゲーム、そう、皆さん覚えてますか？すげー準備しない。それマリンスタジアムも絡んでね。進めるとね、話を進めてください。はい、どうぞどうぞ。はい、キャスくれない前出てくる。グイグイ来て、そういう時はね。いつも大体グイグイ来るのに、何今日に限ってみ、ね、はい、そこの3兄弟、はい、さあ、はい、もうそこの3兄弟、ね、説明しますと、どういう、ドアラさん、そこ違いますよ。ちょっとステージじゃないですよ。動揺をね、かけまして即興で振り付けをしていただくというゲームをやったわけなんですよ。はい、シャボロンもパオロンの影に隠れない。ズーちゃんそうだよね、やったよね。前みんな前、ズーちゃんだけがね、はい、心の支えなんですか。そうそうそう。で、そこでね、マリンスタジアムで史上最強の伝説虫を皆さんにお見せしたかと思うんですけれども、はい、まあ、あれから何日か経ちましたね。経ちました。やっぱりこう日にちが経つにつれて、よりいいものがお兄さん、そうです、出来上がって、出来がね、もうレベルが上がりますからね。やっぱりそうなってくるよね。はい、ということで、皆さん今日はこの名古屋ドームで、はい、マリンスタジアムよりもさらにさらに
バージョンアップした伝天節を皆さんにお見せ。ドアラ優しいね。シートヒーと。はいはい。一緒にドアラが座らない。ほらもう。なんとなく想像できたけど。さあということで、伝天節やった順番にちょっと並んでくれる？はい。実はねこの伝天節をあのブロックごとに分けます。分けました。皆さん一緒に歌いましょう。いきますよ。せーの。でんでんむしむしかたつむり、お前の目玉はどこにある、角出せやり出せ目玉。お兄さん2回目間違えんの。2回間違える、うん、頭出せなんだけど、はい、そうでね、これをでんでんむしむしが1番目の人、はい、クールさん、はい、続いてかたつむりがずーちゃん、ずーちゃん、そしてお前の目玉はシャオロン、シャオロンでどこにある、リンちゃん、角出せ、はい、マー君、やり出せ、ちょっとやらないの、怒るよ、反応早いね、頭出せが、いつも怒ってますからね、あんま気にしないから、はい、ということで、さあこんな感じで、大体いつも怒って我々力あるね、お兄さんマイクちょっと下げて、ごめんごめん、こっちで進めるから、はい、はい、お願いします、ね、そんなわけで順番にみんなで伝天節をやっていくんだけど、もう今日はさらにレベルアップした、伝天節をお届けしようと思いますんで、ね、早速行きましょうか、いい感じになってるんです、行きましょうか、声小さくしゃべるとか、ちょっと進まないからこっちが、はい、それでは行きましょう、準備はよろしいでしょうか、よろしいですか、史上最強の伝天節だよ、大丈夫、みんな覚えてるよね、ね、はい、覚えてる、お兄さんその上を行くんだから、あ、そうかそうかそうか、違うんだよね、いい？ OK、 いける、大丈夫だよね、大丈夫、皆さん動画のご用意をお願いします、はい、よろしくお願いします、反応薄いな、それでは行きましょう、ミュージックスタート、さあ皆さん手拍子お願いします、カメラ持ってない方ぜひ、その2皆さんと一緒にお送りしていきたいと思います、それでは、はい、準備はよろしいでしょうか、いいかな、じゃあ全員でやろうか、全員でね、いきますよ、そうですそうです、ミュージックスタート、どこがどうでんでん虫なのか詳しく教えてほしいけど、まあいいや、じゃあ次、ずーちゃんのカタツムリ、カタツムリ、カタツムリ、あ、そういう感じで、はいはい、大丈夫ですか、ね、はい、続いて、お前の目玉は、これこれ銃を打つ感じでね、はい、目玉は、はい、どこにある、キラン、はいはいはい、で、角出せ、角出せ角まあいいでしょうか、まあいいや、やり出せ、やり出せ、やり出せ、あ、後ろの方から、あ、それはエヴァ的な感じですか、やり出せ、そですか、そしてですか、はい、頭出せペロンと、よし、オッケー、じゃあこれを皆さんで、はい、覚えましたか、皆さん、これが最後になりますよ、はい、よろしいですか、よろしいですか、とびっきりのお願いしますね、どんな曲だけでもこれで終わりですよ、そうします、はい、皆さん歌も歌ってください、いきましょう、ミュージックスタート。
は気づきましたね、お兄さん。うん、無理だったね、やっぱり、ね。まあ、でも、いいんじゃない、こんな感じで。いいんですか、皆さん、いいんですか、これで。え、ちなみにこれ、今日だけですよね。そう、じゃないですか。明日はないよね、きっと。うん、あ、ない、パオちゃん。パオ、明日ない。なしね。なしね。ね、オッケーオッケー。あの、じゃあこのシリーズ、今度違う曲でやってみましょうね。そうですね、突然振りましょう。はい。しましょう。さあ、そんなわけで、はい、この後もステージはまだまだ続きますけども、続いては、ステージライブだよね、もちろんね。ステージライブ。内緒？内緒？内緒じゃダメでしょ。今日もかっこいいダンスをね、いっぱい見せてもらいまして、その後は、なんと、マリーンズのキャラクターショーが、ここ、名古屋ドームにやってきました。今日は特別にね、聞けない？主役やるんですよ、主役。はい、主役、はい。リンちゃんの、お花と。ショーンさん、すいません。マリーンズのショーなんで、はい、すいません。すいませんね。出てもらっても構いませんが、そんなわけでね、よろしくお願いします。うん、はい、そんな感じで、そんな感じでリンちゃんが主役のキャラクターショーステージ、はい、リンちゃんのお花。そうなんです、はい、ぜひ楽しみにしていてください。途中でもしかしたら誰かにご登場してもらおうかなって思ってるので、ね、思ってます。はい、楽しみにお待ちください、はい、ということで、マックン、リンちゃん、グーちゃん、クール、ドアラ、シャオロン、パオロンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この後は PR タイム、はい、ということで、はい、皆さんこのままで最後までお楽しみください。どうも。この辺出ますね。最後までちゃんとあの皆さんにサービスをする方々と、外と降りてしまう方々と。